かわいいの大歓声が歌舞伎の殿堂歌舞伎座にこだましました。真央さんを亡くしてわずか11日、父子は獅子奮迅の活躍を見せた瞬間です。名門成田屋にとって約170年ぶりの上演演目で、海老蔵さんが企画制作に携わった大門花の御所遺文、その2幕、遠州秋葉大権現の場で海老蔵さん演じる火伏せの神秋葉大権現とその使わし者白狐役の勸玄君が初の親子宙乗りを披露しました。史上最年少の宙乗りに臨んだ勸玄君はラストで秋葉大権現から「やあやあ白狐来たれ」と呼び込まれ、花道を一人で飛び跳ねながら登場。鳴りやまない拍手の中、小さな体で両手を大きく広げて見栄を切り、勸玄白狐お前にと凛々しくセリフも決めました。さらに父が演じる秋葉大権現の待つ舞台へ堂々と歩き、観客の視線を一斉に集めました。その後、羽道の下から秋葉大権現に抱えられた白狐が姿を現すと、客席は「キャーすごい!」と大興奮。観客から手を振られた勸玄君は大きな目で父を振り返り、アイコンタクトで承諾を得ると、両手で満員の客席に手を振り続け、高さ10メートルまで上昇。下をしっかり見る余裕もあり、祖父の市川團十郎さん、海老蔵さんも顔負けの千両役者ぶりで宙乗りを見事に成功させました。息子の出番が終わった直後、ブログで報告した海老蔵さんは、化粧を落とした勸玄君の写真付きで、よくやった、そばにママいたねと互いに話しましたと感無量の様子。その後も更新し、成婚尽きた、これがあと24日と千秋楽まで全力の日々を思いながらも、右手にカンカン、左に魔王、すぐ下からレイカ見てました、我々家族は心はいつも一つですとしみじみ綴りました。父同様、類まれなる度胸を見せた幼い成田屋の御曹司は、天国で見守る母を安心させるように歌舞伎役者として大きな一歩を踏み出した瞬間でした。勸玄君、さすがですね。歌舞伎の名門に生まれ、生まれながらにしてもはや名優です。ますます頑張っていただきたいと思います。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。